第44回衆議院議員総選挙。第44回衆議院議員総選挙。第44回衆議院議員総選挙は、2005年、平成17年9月11日に執行された、衆議院議員総選挙。今日では、優勢選挙と言われている選挙で、与党の自由民主党、公明党が主張し,した、次の首相、自民党総裁、小泉純一郎は、 優勢民営化法案が参議院で否決されれば、自分は衆議院を解散して国民の信を問うと明言していたが、その言葉通り参議院での優勢民営化法案否決を受けて小泉は衆議院を解散した。自民党は優勢民営化法案に反対票を投じた議員の選挙区に資格と呼ばれる候補を送り、大半の議員が落選した。 この手法により当選した議員を俗に、小泉チルドレンという。これにより、自公両党は合わせて、衆参で過半数を制することとなり、2007年の第21回参議院、議員通常選挙までこの状態は続いた。野党は軒並み議席を減らし、特に決闘以来最大の大敗だった。民主党は代表の岡田克也が、即日辞任を表明。 また国政選挙で1996年に小選挙区比例代表並立制が導入されて以降、すべての小選挙区で候補者を擁立してきた日本共産党は、準備不足のため候補者の擁立が間に合わず、25の選挙区で擁立を見送る共産空白区という現象が生じた。総務省平成17年9月11日執行衆議院議員、総選挙。 最高裁判所裁判官国民審査結果長、都道府県別投票総数、有効投票数、無効投票数、小選挙区より抜粋。総務省と明るい選挙推進協会は、公示日の8月30日から、日本の行き先を決めるのは、あなたです。おキャッチフレーズに、サッカー選手の川口農葛と女優の加藤愛を、 投票率が低い20代から30前半に向けた投票喚起イメージキャラクターとして起用。新聞、ラジオ、TV、インターネット等の各広告媒体に出向し、選挙期間中の選挙啓発を行った。選挙前に第一生命経済研究所が試算した結果によると、この選挙による経済波及効果は2000億円を超えると言われている。 朝日新聞編集委員の星広氏は、本来、社会保障、税制改革、外交、安全保障、小泉がずっと続けてきた、靖国神社の参拝問題といった争点が山ほどありながら、郵政民営化に単一化されてしまったと指摘している。当時の内閣総理大臣、小泉純一郎が政治声明をかけた、郵政民営化法案は、与党、 自由民主党の了承なしの閣議決定、2004年、党総務会等の常設最高意思決定機関の採決方法を、官令の全員一致直前に多数決に変更した上での決定、優勢民営化に関する特別委員会の採決で、反対派員の賛成派議員差し替えなどの経過を経て、衆議院本会議では5票差で可決、賛成233、反対228、 席危険14、病欠にされたが、2005年8月8日、参議院本会議では否決、賛成108、反対125、欠席危険8されたため、即日、日本国憲法7条3号に基づいて、衆議院解散された。小泉は、解散により自民党の躍進を予想していたが、党内には分裂選挙による大敗を予想する意見も根強かったことから、 国事行為、衆議院解散に関する閣議決定文書への署名を拒否する閣僚が出、臨時閣議は集団を挟みながら二次官庁に及んだ。反対閣僚のうち、総務大臣、麻生太郎と行政改革担当大臣、村上誠一郎は、最終的に小泉の説得に応じて署名したものの、農林水産大臣、島村義信は最後まで署名を拒んだため、 小泉は、島村を罷免した上で、自ら農水省を、兼務、8月11日まで。後任は、岩永峰市という形式で、閣議決定文書を完成させ、解散に踏み切った。また、この閣議で、参議院本会議で、郵政民営化法案に反対票を投じた、防衛大臣政務官、柏村竹明も罷免された。小泉は、同日夜、 解散直後の記者会見で、今回の解散は、優勢解散だ。優勢民営化に賛成してくれるのか反対するのか、はっきり国民に問いたいと述べ、優勢民営化を自動説になぞらえ、ガリレオ・ガリレイの創作されたグーワのセリフ、それでも地球は動くを引用して民営化の正当性を主張した上で、自民、公明の両党の公認候補が過半数を獲得できかったら退陣すると明言した。 また、恒例となっている、解散のネーミングは、総選挙実施日が、アメリカ同時多発テロ事件、2001年が起きた9月11日で、あることなどから、自爆テロ解散、自民党が、分裂選挙で大敗するとの予想から、焼けっぱち解散などとも揶揄されたが、選挙後は、優勢解散が定着した。解散後、自民党執行部は、 優勢民営化法案に反対した37人の議員を公認候補者としないことを発表し、八木早に対立候補を送り込んでいった。解散当初は分裂選挙による自民党の敗北が予想されており、この対立候補も増反議員を落とすためだけの候補者、つまり資格であると非難された女性については、区の一候補とも呼ばれた。一部の資格候補は、 自民党比例代表名簿上位に記載されていた。一方で、郵政民営化法案の採決を棄権した議員は、引退表明をした議員を除き、選挙後に再度提出される郵政民営化法案への賛成を聖書として、執行部に提出することで、全員が公認を得た。郵政民営化法案に反対した議員は、党の公認を得られなくなったことから、新党を結成して、立候補。 自民党地方組織の応援を受けあくまで自民党党員として立候補自民党を離党して無所属で立候補立候補断念という選択を迫られた自民党の地方組織は東京都連のように党公認候補の支援を決めたところもあったが岐阜県連のように反対票を投じた候補を独自に公認し中央と地方のねじれ現象が発生する選挙区もあった ちなみに自民党が公式に資格と称して対立候補を立てるといったことは一切していない。一連の自民党の行動を亀井静香が資格と表し、他党やマスメディアもそれに習ったことによる。しかし資格の一人である小池百合子を自民党の上戸彩映画で女資格、安住役を務めただからなと呼んだ村上誠一郎などある時期までは 自民党の関係者も資格を肯定していた。ところが8月28日、自民党は公式に資格を使わないようマスコミ各社に申し入れた。こうした状況下で郵政民営化法案に反対票を投じ自民党の公認を得られなかった衆議院議員は元衆議院議長、綿貫多美元建設大臣、亀井静からが綿貫を代表に 国民新党を元財務副大臣小林幸喜、荒井博之らは長野県知事田中康夫を代表に迎え新党日本を決闘したこの新党日本は決闘時は国会議員は4人であったため公職選挙法上の政党として認められる国会議員5人以上ではなかったことから国民新党の参議院議員長谷川の政を 名簿上移跡させることで政党として認められたが、このことで、新党結成は、理念や政策の一致によるものではなく、政党としての権利を得るためだけの数合わせで、選挙後除会に過ぎないと批判を浴びることとなった。また、復活を目指す元北海道開発庁長官、鈴木宗男も、北海道で政治団体、新党大地を結成した。国民新党、 新党日本、新党第一の三党は比例ブロックでそれぞれ住み分けが行われており、比例区では四国を除いて自民系反優勢民営化病の受け皿となる土壌ができた。自民党内の話題が一服すると政策論争は小泉が主張する優勢民営化一色になった。民主党は年金など他にも話題があるとして自民党の土俵には乗らない戦略を取ろうとした。 優勢については自民党の優勢民営化法案には反対だが民営化そのものには反対していないという抽象的な主張であった。民主党は小泉と民主党代表岡田克也の党首討論を提案したが自民党は他の党に対して不公平だとして結局政党要件を満たす全党党首による党首討論が行われた。 インターネット普及率の高まりを受けて、各党、各候補者ともホームページやブログなどを充実させており、ネット選挙に力を入れていた。自民党はこれに目をつけ、民主党が公示後にホームページを更新したとして、総務省に通報し、総務省は、公職選挙法の文書図が半分の禁止に触れる恐れがあると警告した。民主党側は該当の記事をホームページから削除する一方、 党の通報した自民党が2005年4月の衆議院議員統一補欠選挙、同年7月の東京都議会議員選挙の期間中にホームページで選挙情報を宣伝していたことを正す公開質問状を総務省に提出しインターネットを想定していない公職選挙法の問題が浮かび上がった。また共産党は1996年以降の 総選挙において全省選挙区に公認候補、または推薦候補を擁立してきたが、今回は突然の解散による準備不足のために候補の擁立ができない選挙区が存在し、300選挙区中25選挙区で共産空白区が生まれ、16選挙区で自民党候補と民主党候補の一騎打ちとなった。比例中国ブロックから社民党比例名簿5位候補。 比例単独で立候補した社民党山口県連副代表の羽熊直行が2003年4月に立候補者落選した山口県熊毛郡上野関町議会議員補欠選挙において公職選法違反、詐欺投票などの罪を犯し2004年6月に有罪が確定し公民権停止状態にあることが公示後に判明中央選挙管理会により 比例名簿から抹消される、前代未聞の事態が発生した。国政選挙で公示後に比例名簿から抹消されたのは、第41回衆議院議員総選挙の選挙、期間中に病死した、戸井田三郎以来2例目であるが、公民権停止により、立候補資格自体がないことが判明して、抹消されたは羽熊が初めてである。社民党は、幹事長、又た政治が、 謝罪談話を発表する等の対応に追われ、羽熊は選挙後に、中央選挙管理会により虚偽宣誓容疑で、警視庁工事町警察署に告発された。投票率は、小選挙区が67.51%、前回衆院選59.86%、比例代表が67.46%、同59.81%と上昇した。また、 期日前投票も896 8.67%万人有権者のうちと上昇した。開票結果は、与党が327議席、自民党が296議席、公明党が31議席と圧倒的勝利を収めた。比例区の東京ブロック、南関東ブロック、近畿ブロック、四国ブロックでは、 自民党重複候補の多くが小選挙区で当選し、比例名簿の会順位の候補が議席が配分され、比例会順位の当選者が13人も存在した。これは1996年衆院選の北、関東ブロックで、比例会順位当選者が3人当選して以来である。特に比例東京ブロック、定数17において、ドント方式による分配では、 自民党に8人目の当選枠が割り当てられるはずだったが、すでに名簿党最社全員が当選していたため、公職選挙法の規定により自民党分の議席は仮に18人目の議席があれば配分される。予定であった社民党に配分され、社民党の保坂信人が当選するという日本の比例代表制で初めての事態が発生した。なお、この選挙によって自民党には 多くの新人議員が誕生したが、当選した自民党新人議員たちは、社民党のドイチルドレンを真似て、小泉チルドレと呼ばれた。このように、ブームに乗って当選した候補を、コートテールと呼ぶ。堀江貴文、ライブドア元社長は、広島ロックから実質的には自民党候補として応援を受けながら、無所属で出馬した。優勢法案に反対して、 国民新党を結成した亀井静香と戦い落選したが、選挙中は観光客にサインするなど多くの話題を振りまいた。また、辻演説中に対立候補の亀井静香本人が応援のため駆けつけるという、ただし華やかなものではなく、お互い声を枯らしてエールを送り合うというものだった。選挙では珍しいシーンが見られた。ライブドアのニュースサイトでは、 公職選挙法に抵触するのを避けるため、選挙関連のニュースの掲載を自粛した。一方、野党は民主党が113議席と、選挙前の177議席から大幅に議席を減らす大敗を喫し、党代表、岡田克也は責任を取って辞任し、公認には民主党内でも左右派と言われる前原誠司が就任した。共産党と社民党は、現有議席を維持した。 国民新党、新党日本の名案は、分かれ、地方を地盤とする。国民新党は工事前勢力の4議席を維持したが、都市部中心の新党日本の獲得議席は1で、工事前から2件なった。なお、国民新党は、所属国会議員が3位議員、田村秀明も含めて5人となったため、新党日本は、比例選での得票合計が約164万票で、 比例全ブロックの有効投票総数の2%を超えたため、それぞれ政党女性法が定める政党要件を満たし、いずれも政党として存続できることになった。優勢増半による自民公認漏れの当選者は14議席と半減した。ここでも地方の選挙区では比較的強く、逆に都市部ではブームに乗った資格によって相次いで落選した。 優勢問題に絡む自民党からの離党者などを除く、無所属議員は3名、江田健二、田中真紀子、徳田武史となり、指標を増やすデメリットと引き換えに安定政権を創出しやすい、わずかな世論の変化がきな議席数変動を促す、小選挙区制度の功罪が改めて浮き彫りとなった。女性当選者数は43人に上り、 これまでの記録だった1946年の39人を59年ぶりに更新した。収賄罪などで、後半中の鈴木宗を、収賄罪で実刑が確定し刑期を終えた、元建設大臣、中村吉郎、詐欺で有罪となった元社民党政策審議会長、辻本清春、暴力団の秘書給与肩代わり、問題などで前回衆議選挙で落選した、 松並健志郎らが当選するなど、みそぎの選挙が多く見られた。選挙前に一人いた諸派の議員は自由連合の徳田、虎尾であるが、徳田は出馬せず引退し、自由連合は公認候補を一人も擁立しなかった。また、諸派の得票は、世界経済共同体党の又吉光を、東京一区の得票である。比例代表区の復活は、 小選挙区では落選したが、比例区で復活当選した当選者数。ディバイディット、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 ディバイリッディバイリット。これは大政党に有利と言われている小選挙区での各党の獲得議席である。自公連立で3、4以上獲得していることがわかる。これは指標が少なく小政党でも議席を得られやすいと言われている。 比例区での各党の獲得議席である。これでも、自公連立で過半数を獲得していることがわかる。このことから、自公連立が、いかに圧倒的勝利を挙げたかがわかる。選挙における得票は、本来的な支持政党に投票する固定層と、選挙ごとに、情勢、政策などの要因から、投票先を変える不動層とに区分される。今回の選挙では、 不動層の大半が与党側に投票したと見られており、事実上、固定層のみからの得票に甘んじた野党が敗北した、衆院といえる。しかし、得票率で見れば、自公両党は合わせて、小選挙区で全体の49%、比例区で全体の51%を抑えるに、止まっており、自公連立政権と与党の優勢民営化法案が、 国民の圧倒的な支持を受けたわけでは、意という見方が可能である。だが、小選挙区において、与党候補者が3、4以上を獲得したということも事実であり、自公連立政権が国民の圧倒的な支持を受けたという見方も可能である。これは、どちらが正しいかという断定は難しく、分析次第によって様々な評価が可能である。このことから、 選挙制度の問題点もまた浮き彫りとなっている。以上のことは、自公、与党を、民社国、野党を、自公、優勢民営化法案を、政権交代と置き換えれば2009年の第45回衆議院議員総選挙の結果についても同じことが言える。衆議院で過半数を獲得したことにより、優勢民営化は国民の信任を得たとして、 解散前の審議で反対した議員のほとんどが、優勢民営化に賛成に回ったため、第163回国会、特別国会で10月14日に、優勢関連法案が可決、成立された。第163回特別国会、自民、公明両党で、衆議院の3分の2以上の議席を獲得した結果、衆議院を通過し、参議院で否決、 みなし否決を含むまたは修正議決された法律案について当初の衆議院可決案を法律として成立させることができるようになった。本選挙による任期中は十二回の再議決が行使され、十七の法律が成立した。なお、懲罰の対象となった議員の除名、本会議における秘密会の開会も可能となったが、本選挙による任期中は行使されなかった。 千葉7区から立候補し当選した自民党の松本和美は、水悼責任者が買収により有罪となったことを受け、連座制の対象となる可能性が高いことから翌2006年1月に辞職した。同年4月23日に行われた補欠選挙では民主党の大田和美が当選した。また、選挙違反ではないが、愛知7区から出馬し落選した。 元民主党衆議院議員の小林健治が選挙から1週間後の9月18日に施設秘書2名と共に議員時代から覚醒剤を利用し所持していたとして佐藤市委取締法違反で逮捕されその日に民主党から除名されたちなみに民主党の選挙時のマニフェストでは覚醒剤の撲滅を記載していた初当選者のうち参議院議員経験者には お表示。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。